はいどうもこんばんはというかこんにちはですかね、えー、いつも通り始めます本日はですね69回目の放送ということになりますが、えー、いろんなことがありました起こりました、えー、何から話そうかなと思うんですがまずはですねあのー、前回ね放送生配信 とということでですねゲスト千人こと高橋和也さんにお越しいただいて、えーまあ、ラジオドラマみたいなものをねやらせていただいて、まあ、それについてもですね皆様から結構あのおメールを頂い,いてますんで、えー、そちらの方もね後ほど紹介させていただこうかなと思いますけど、えー、まずねお叱りも受けまして「生配信の時間が早い早すぎる!」 間に合わないっていいうですねいくつかそういうおメールもいただきましてまあ僕もですね、まあ、いつも通りまり9時でいいんじゃねえか9時スタートでと思ったんですけどもまあいろいろねその借りれるスタジオの状況だったりとかなそういうことをいろいろねその終わってからもなんかどこも行くとこがないってなったら。 じゃあせっかくゲストに来ていた,だいた1,000人にはどこで食事してもらうんだろうとか、まあ、そういうこともいろいろ考えましてですね、まあ、7時スタートということにさせてもらったわけですが、まあ、結局終わった時間にはもうお店どこにも空いてなくて結局あの「ごめんねコンビニで買って食べて」みたいな話で終わっちゃったわけですがまあ,です、ねまあ、あの次からはですね、まあ、その皆さんが、えー ゆっくりくつろぎながら聞ける時間に放送できたらなということですね。頭の片隅に入れておきますんで。で次回の時はもうちょっと時間もなんか考えたことになるのではないだろうかなと思います。まあ、次がいつになるかはちょっと分かりませんけど、まあ、ね、あのそうは言ってても、やっぱり7時からにしようっていう可能性もありますしねそこら辺は皆さんもちょっと。 協力して聞いていただけたらなというふうに思いますがですね、あのー、今回はいろいろ他にもあのおメール頂い,いてましてねまずあのー、もう1ヶ月半ぐらい1ヶ月半後、えーね、私のお芝居 えー、ドリフターズというのがですね、まあ、大阪で、えー、幕を開けて名古屋東京と回るわけでございますがねそれについてのお問い合わせもいくつか頂い,いてまして、えー「劇場へお花を贈ることできますか?」というねそういう質問が来たんですがねあのいつもはねあの「ありがとうございます」えー「喜んでお受け取りします」ってことなんですが今回はですねやはり、あのー、まあそうですねこのコロナ のねね考えましてです、ね、感染症対策ということでですねお花の受け取りは一切行わないということなので、えー、ねお気持ちだけ、えー、いただいておこうかなということでございます。何しろねまあ、も,もちろん嬉しいんですよお花いただけるっていうのは。ところがあの お花い,ただいてせっかく頂い,いたのにそれをどこか飾ることができなかったりとかねするじゃないですか、まあ、そこのスペースを埋めちゃうと余計人が密になったりとかするんで、まあ、そういうことにならないようにというねお花は置かないようにしようかなということで今回はお花の受け取りは、えー、なしということであの送って頂ける方も、えー、送ってみようかなって思って。 てくださってる方もですね。今回はあのご遠慮していただければなと思いますね。そりゃそうですよ。だって出ちゃいました。もん。3回目の緊急事態宣言。大変ですね。大変ですよ。まあ、僕らも大変ですけどね。もう皆さん特にこう。やっぱり本当に医療従事者の方はもう大変なことだと思いますね。もう感謝しても感謝しきれないぐらい。 ね、もう疲弊してらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思いますが、えー、もう是非ともですね、えー、頑張っていただきたいなというところですが今回の、えー、緊急事態宣言はかなりなんか最初の去年の今時期ちょっと前かなぐらいにやったのと同じぐらいというかさらになんか強化するみたいな。 ね、あのデパートなんかも全部もう食料品売り場以外は閉めるということでですねあの僕も今日ちょっとねあのチラーっとこう地下街みたいなところをですね、まあ、ウォーキングのついでに帰りにコーヒーでも買って帰ろうかななんて思って歩いてみたんですけどねどこも閉まあしょうがないんですけどね。 まあそういうういい宣言が出てるということこなんでねまあでもねこれが今回ニンね11日までって言ったかな11日までって言ってたよねまあそれでですねある程度また収まっていただければいいなとなんか話に聞くとまあこれを完全に収束するまでやっぱり10年ぐらいかかるっていう話なんでねまあ10年間かと思いながらまあでもワクチンも入ってきたりとかしてちょっとはこう。 生活しやすくななるのかなとは思いますがまあね覚悟して生活していかなきゃダメだなということを改めてね思いました、えー。ということでですね、えー、皆様からのおメールの方に入らせていただこうあそうだおメールの前にねまあもう一つちょっとまあこれは僕的にはちょっとあのあまりこう。 なんて言うんですか、うん。関わっている問題ではないんですが。フランソワ健一さんがですね、来るはずだったんですよ。大阪に。ゴールデンウィーク中ね、芝居に。で、なんとかね、スケジュール作って、見に行きたいなと思ってたんですけど、その公演が中止になってしまいまして。まあ、真、ま、っ只だ中だもんね。それは中止になりますよ。逆にやってる方が。何言われるかわからないというか、まあね、やってて、そこで何かあっちゃったらっていう。 ましてや緊急事態宣言中なのにそんなことするからだとか言って言われかねないですからね、えー、まあ中止になってすごい残念でございますがでもうもう一個いろいろ調べてですね先生のえライブも大阪でビルボードかなんかでやるっていう情報でそっちはどうなんだろうと思って調べてみたらそちらの方はえまだ中止の発表が出てないまあこれはねあの緊急事態宣言が明けてからのね5月の末。 20何日だったかなかならしいんでねそれはいまだまだこう中止の発表が出ておりませんのでやるんだろうなと、えー、そちらもですね、えー、調整がついたら見に行かせていただこうかなと思ってるんですが、えー、それと同時にね6月の方の僕のお芝居の方もですね、えー やる方向で動いておりますえ間もなくですねえ、まあ、そのいわゆる感染症対策についてこういうことを取り組みますっていうねガイドラインがですね、えーえー、SNS だったりですね、まあ、僕のホームページだったりとかで発表されたりすると発表することになると思いますんでえそちらの方もですね皆さんねよく読んでだいてそれでまあ来られる方はねよく読んでいただいて足を運んでいただければなというふうに思っております。 チームこよラジオはいということでですね、えー、おメールの方行かしていただこうかなと思いますが、えー、どれからいこうかなまあねあのほら前回の,あのラジオの感想だったりとかするのもあるんでそれも交えながら、ね、読ませていただこうと思いますが今回のテーマはあのバーベキューおすすめのバーベキュー。 ということで僕もねよくやりましたよバーベキューもう一昨年まではねずっと毎年毎年やっててね特にこのゴールデンウィークゴールデンウィークになる前、ね、ゴールデンウィークめちゃくちゃ混むからねバーベキューできるところってだからそれよりちょっと前早めまあだからこの時期っていうんですかゴールデンウィークよりちょっと前に狙ってねやってたんですけどまあ今年はそれもかなわず、まあ、去年もかなってないんですが。 ね、なんかいいなと思いながら懐かしいなまたああいう日ができる日が来ればいいなと思いながらですねを考えていたんですけど僕はよくね、あのー、やっぱり必ずバーベキューやると持ってってたものが鮭のホイル焼き鮭の切り身をね、あのー、アルミホイルに包んでそのバターとですねえのきと、えー、しめじと。 玉ねぎのススライスしたのを入れてですねょうゆをチャラッと垂らしたやつをですねホイル焼きにしてね、えー、よく焼いてそれはなかなか評判だったりとかしましたね、えー、あとね昔もう今はちょっとできないんだけどねもう東京にねいた頃うかいっていうすごい美味しい、あのー、ステーキ屋さん鉄板焼き屋さんがありまして。 そこにですね僕のねいとこが勤めてたんですよ。でねあのお客様に出すお肉のなんて言うんですかこう切れっ端っていうんですか、うん、そこのお肉がですね、まあ、だからお客様に提供できない部分はねあの格安で手に入るすごいおいしいお肉ですよ。それがですね いくらだったかななんかめちゃくちゃ安くて手に入ってでも味はそのやっぱ高級のお肉なわけですよただねお店に置いといてもお客さんに出すことができないしっていうんでね従業員に格安に提供するっていうのがねたまにありましてそれをねいつも仕入れてそれを肉をねあの焼いて食べてたんですけどうまいんですもう塩だけで食べれる塩だけで食べれるお肉って相当おいしいってことだもんね それをよくねバーベキュー持って行ってやってましたねあとねあのこうバーベキューの時に最後こう鉄板にして焼きそばとかやる方が多いと思うんですけどうちはねあのよくやってたのは冷凍のチ何チだってピラフ冷凍ピラフあれをね必ず持ってっといてでちょっと最後にその締めのピラフ っっていうのを作ったりねあとたまにこうパスタとかねパスタとかはもうやったりとかもしましたけどねやっぱ外で食べると何でも美味しくなっちゃうんだよね、えー、でね皆さんはですね、えー、どんな、えー、おすすめのバーベキューがあるのかバーベキュー料理があるのか、えー、楽しみながら、えー、おメール読ませていただこうかと思います。 えー、まずはですねこれ関係ないやつかなうん、あのー、ラジオの前回の放送の方の感想みたいなのがありますんで、えー、こちらから読ませていただこうかなと思いますがこんにちはえー、浅一いちごです。 ラジオネーム朝霞一子さんはいえトークテーマのおメールはラジオを盛り上げたいから毎回送ろうと決めていたのですがあありがとうございますえ高野さんがラジオで読んでくれるときに合図を打ってくれたりコメントを入れてくれるのがもうえーで続けて読まれてしまって心がキャパオーバーになってもう無理ーってなってまた冷却まだ冷却期間中送れないですすみません <laughs> いやそう言わずにね毎回送っていただければと思いますが。 えですが今回の生配信の感想は絶対に伝えたくてメールいたしましたありがとうございます、えー、完全にいい意味で裏切られましたおー 生配信といっても年末に私たちは勘違いをしご迷惑をお聞きし,し,したことがありましたから以前みたいにラジオに電話で和也さんがゲスト出演してくださるのを想像しておりましたうんまあそうですね、えー、小葉さんはみんなが男組の曲を着たいって言ってましたけどあ言ってましたね全くですよあらすいませんだって昨日は記念日でも何でもない日小葉さんの曲に和也さんが使をつけてくださる話を聞いていたのでそれが出来上がってラジオトークの最後 最後に新曲を私たちに聞かせてくれるものだと思っていました <laughs> まだちゃんとできてないんですあれは、はいいろいろね時間がかかるんです、えー、それなのに始まってみたら役者のお二人じゃないですか最高ですよ大歓迎ですよ逆になんで無料で見せてくれちゃってるんですか <laughs> いやそれはねお,お客さんに見せるほどの稽古をしてませんしね言ってもまあ まあ僕の場合1、ね、回あれ講演したことはあるからあれなんですけど1,000人にいたってはほぼほぼ初見ですからね、まあ、初見であそこまでの演技でできるって、まあ、すごいなっていう話なんですけど、えー、これはお客さん入れて見せるレベルですよ贅沢すぎます。 何度も見れちゃうし <laughs> 私はリアタイできたからよかったけどスパチャができなくて悔しい思いをしている方がたくさんいますよ <laughs> そうですか嬉しいですね、えー。がっつりのお二人芝居の本読み脚本も演出も最高でしたこの話どう回収するのかワクワクドキドキで聞いていましたまさかのマー君既婚者思いっきり笑わせていただきましたそして和也さんの演技さすがですね。 そちらの皆さんも笑ってしまっているではないですかいや面白すぎるよねいやほら僕何、最初に言ったけどさ本読みねっていう風に言ったけどあれも数やもう70%芝居してたよね でももこっちも乗ってきちゃって「あのじゃあ」っていう形でねなんか体を動かしたりとかもしちゃったんですけどねいやあれは笑ったなー、えー、このようなえー、世知辛い世の中になってしまった今思いっきり笑うなんて外ではなかなかできません、えー、最近は高洋さんをはじめとする皆さんに心を救われてばかりですよ誰ですかエンタメが不要不急なんて言ったのは 俳優さん歌手の方それを作る方届ける方他にもたくさんこんな時だからこその特別な存在だと思っていますいやそう言っていただけるとですねやりがいがありますねえ本当にあなた方を好きでよかったいただいてばかりで申し訳ない気持ちでいっぱいですが気持ちだけでもお伝えしたいそして伝える場があることがとても嬉しい今はコロナ対策の一環で舞台を見に行ってもお手紙一つ渡せないのです本当は6月の舞台の時にお祝いのお花を贈りたかったんですこのようなご時世で仕方ないことですが ね、先ほど言わしてもらいましたがお花の方はですねご遠慮させていただいております、えー、今回は特にありがとうございました風谷様にもよろしくお伝えください、えー、そしてこれからもよろしくお願いいたしますどこまでも応援し続けます高雄、えー、さんの作る曲歌詞がストレートで心に入ってきやすくて本当に大好きですということでねありがとうございます、えー、ねえ、そうですねまあまたね機会があったらできたらなという風うにも思いますが、えー、ラジオネーム メウッシュさんはい紅葉様チーム紅葉スタッフ様いつも楽しい配信ありがとうございますいえいええー、今日は千人様ゲストで生配信しかも1時間半の大作のお芝居をありがとうございましたあこれはあのー、配信終わった時に送ってくれたメールかな、えー、紅葉様と千人様の愛情をいっぱい受け取りましたお芝居脚本がすっごい面白い上に千人様の癖が強すぎるマー君が。 頭から離れません。癖強かったよねえ。もうすでにマー君ロスになってしまいました。<laughs> えー、マー君のシリーズ化希望です。よろしくお願いします。ということなんですがねえ。マー君が出てくる作品は僕の作品で4つあるんですけどね。えー、まあ、1個はですね。僕が1人2役やった。た ね「歌手になりたい」っていうタイトルのですねやつそれもあのなんかラジオで一回放送させてもらったことがありまして、えー、もう一個はですねあのー、この間やったね、えー、なんだっけ「マー君の恋」というね、えー、作品であとねマーあ,あと一個がマー君が出てくる作品は、えー、もう一個だけねマー君が出てくる作品があるんですけどねそれもまたまた大作なんでねあ,あれは ちょっととララジオドラマでやるのは大変かなと、まあ、またマー君がすっとぼけてますけどね、えー、まあまあ、うん、ねマー君シリーズ今度は本当に、えー、和也がやったら1,000人がやったらどうなるかっていうマー君をこんなことさせたいっていうマー君像で、えー、脚本を書いてみようかななんて思ったりもしてますがまあそれがねいつ。 なるかわかりませんが、まあ気が向いたら書いてみようかななんていうふうにも思っております。ね、期待しててくれればと。まあいつになるかわかりませんよ。本当に、もうそういうふうに言っただけで絶対書くんだって思っちゃう人たちがいっぱいいるんでね、気が向いたらって最初に言っときますからね。えーえー、ね、まあ時間があったりとかして書いてみようかなと思ったらね、書き始めるんだろうと思いますが。えーえー、続いてラジオネームトゥデイさん。 こうよ野君こんばんは。前回公開本読み思っていたより長かったから大変だったことと思いますが、たっぷり楽しませてもらいました。えー、続編マー君の声期待して期待しています。<laughs> ね<え> <laughs> ありがとうございます。えー、おすすめバーベキューあきた。ここからね、えー、混じってきましたよ。本題の、えー、ねおメールのテーマの方もですね。えー、おすすめのバーベキュービビキュー。お肉フランクフルト焼きそばホタテなど海鮮。 考えるだけでよだれが出ます。えー、そんな時居酒屋さんで言うところのやみつききゅうり。あると思います。あ、名前通りやみつきになります。うん。そしてチョコフォンデュ。あると思います。えー、なんだこれ、鈴。え、鈴カステラやマシュマロなど。チョコフォンデュにつけて、ぺろっと食べたいな。屋外で食べるデザートは格別。あ、これは妄想でした。あ。ねえ。あのー。 そうだよねデザートねわ分かるな僕バーベキューの時デザートって何やってたかななんか覚えてないなあ,うんあんまりデザートっていうところまで頭が回らないけどそうかチョコフォンデュとかそういうのをやりゃいいのか。 これは一つ勉強になりましたね、えー、最後「紘陽くんはデザートは別腹派ですかお酒の方が進むのかな?ー」とうんどうやろうおさうーんまあ食べたいなって思う時といや酒だけでいいやって思う時とありますね気分ですね絶対なきゃダメってことでもないしうんあっても食べない時もあるしっていう感じですかねはい、えー、続いてラジオネーム姉マさん こ、えー、よくんこんばんは,こんばんは、えー、先日の生配信のラジオ劇すごく楽しかったです千人様のマー君面白かったですありがとうございますラジオ前でゲラゲラ笑ってしまいましたまた機会があったらラジオ劇よろしくお願いします <laughs>、えー、うちは毎年ゴールデンウィークに BBQ をします妹の家のカーポートで妹家族と私の家族両親で結構な大人数でやります お肉ホルモン焼きそば焼き鳥もちろん美味しいですが私のおすすめは塩サバです塩サバへえ脂ののったサバが炭火で焼くことによって程よく脂が落ちてものすごく美味しいですいや美味しそうだよそれはそれは美味しいよえ白飯が食べたくなるほど美味しいですまあサバとご飯って美味しいよね前にも言ったことあるけどセブンイレブンのサバ美味しいですよ はい「コストコの塩サバ BBQ で食べるとすごく美味しいのでぜひ紅葉君も組合員の皆様もぜひお試しください」ほうほうほう「今年はコロナ禍でバーベキューは, BBQ はどうするのかな家族飲み出しコロナ対策をして楽しもうかな」「うん早くコロナが収束して心から BBQ が楽しめる日が来るといいですね」では体に気をつけてまた私たちを楽しましてくださいということで。 そうですねいやあのさやっぱ自分の家にガレージとかさそういうね庭とかねカーポートとかあるといいけどマンションだとねなかなか厳しいねちょっと前はね僕もねマンション最上階に住んでいてそこのベランダがあってね別に煙がボーって上に上がってっても人に迷惑かけないだろうってことであのよくねベランダではやらしてもらってましたが今ね ないんですよでかいベランダがそしてまた最上階じゃないんで煙がもくもくと上に上がってったらめちゃくちゃ怒られそうだからなそうかでも家のガレージとかねそういうところでできる環境っていいよな <laughs> はい、えー、続いてラジオネームリホですリホさんはい紅葉くんスタッフの皆さんこんばんはこんばんは、えー、いつも楽しいラジオありがとうございますお初 じゃあ初おメールさせていただきますあ,ありがとうございます先日の千人様との生配信とっても楽しかったです、えー、お二人の意義のぴったり合ったお芝居に大爆笑でしたぜひ、えー、ともマー君と内藤さんシリーズ化していただきたいですマー君の虜になりましたよろしくお願いします <laughs> ということでですねまあ皆さんそういうふうに思っていただくけと嬉しいですねえー、さて今回のお題おすすめの BBQ ですがまず焼き芋ですね あー焼き芋なー水で濡らした新聞紙に巻いてアルミホイルで巻いて炭の中にイン焼けるまでミニトマトを焼いたり甘くて美味しいです。うん、ねえお刺身用のしめさばあ出たまたしめさばお刺身用のしめさばも焼くと脂がのって美味しいおオリーブオイルににんにくを入れて煮るとホクホクしてこれまた美味しい ダッチオーブンでピザや塩コショウをした豚バラ肉、えー、皮付きじゃがいも皮付きの玉ねぎを焼いてレタスに豚バラ巻いて食べると最高ですやりたい玉ねぎも中身トロトロで甘くて美味しいですよ、えー、ヘルシーにキノコのホイール焼きも欠かせませんねこの人はもうあれやな達人やなうん、えー、リホさんバーベキューの達人でしょねええー 寒い夜はエイフィレを炙り、熱釜に入れて、えー、なんだかまぼこや、えー、油揚げを炙ってつまみながら星空眺めて一杯飲むのが至福の時間です。完全にデブ食です。いや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 、ねもうこのこれはもうほらプロフェッショナルが言ってるからですね。ぜひともやってみようかなと思いますが、これいつできるようなんだろうな。うん、6月の舞台が無事に開催されますように祈ってます。 えー、お体ご自愛くださいということですがねへえー、すごい写真もねあサバこれうまそうやっぱサバあれだねあのー、炭焼きで焼くと美味しいよね。 困っっちゃったなこれサバ食べたたくななってきたなあこのチーズのやつも美味しそうやしこれ最後玉ねぎ皮のままやるんだねレタスに巻いて食べるってわあ美味しそうでございますいいですね食べたいよというかんだろうななんかこれ本格的なんだよなでもなうん。 このなまあちょっとでもあいやもう早くやりたくなってきたなけどいつできんだろうなもうさっきからずっとそればっかり言ってるね「バーベキューバーベキューやりたーいやりたいよ!」っもうなんかもう壊れてますがですねえー、これはでも美味しそうな写真写真ありがとうございました、えーえー、続いてこれ最後のおメールになっちゃうのかな最後ですねはい。<laughs> ラジオネーム秘密のけんちゃん、えー、こんばんはこうよくんスタッフ様お疲れ様ですいつも楽しみにしています、えー、今回のお題バーベキューに BBQ に欠かせないメニューですがそれはおにぎりですあなるほど家はいつも仲良しの三家族で近くの自然公園に BBQ をしに行くのですがあ家はじゃねうちわか BBQ をしに行くのですが初めて行った時に その一つのお家の旦那様が塩結びを握ってきてくれてそれを焼きおにぎりにして我が家の子供たちに食べさせてくれたのです、うん、男の人の手で握った大きな焼きおにぎりに子供たちは大興奮の大喜びでそれ以来毎回たくさん用意してきてくれます整体師をやっている旦那様なので握り具合も絶妙なんです <laughs> そうなんだ、えー、去年は行けなかったので今年は行けるといいな、えー、大阪緊急事態宣言が出ましたね紅葉くんご家族の皆様もお気をつけてお過ごしくださいね <laughs> とありがとうございますえー、そうなのえ生産士の人がやってると微妙ないい感じの握り具合になるのかなあんまりこうガチガチになってないこうふわっとしたでもふわっとしたやつだと焼きおにぎりにするとさボロボロなっちゃわないのかな うん、焼きおにぎりりうちもよよくやりますよ、うん、美味しいよね焼きおにぎり。ねえんかバーベキューって美味しいものがいっぱいあるから困っちゃうよなうちはねあの焼きおにぎりやる時はねあの醤油じゃなくてね焼肉のタレをこう刷毛で塗りながらそれでねやるんですけどねすごく美味しいですよ。うん えー、皆さんもね、焼肉のタレでやってみるっていうのをですね。で、一回なんか機会があったら試していただけたらなと思いますが、バーベキューですか。あのね、知ってるバーベキューの網あるじゃないですか。網がいつもほらお肉とか焼くと油がついちゃって、なかなか綺麗に洗えないでしょう。ね、あれね、あのあのついた油がですね、完全に きれいに落ちる方法、簡単にこれを教えますねまずですねあのその使った網をですねもう最後ね全部量も焼くものも全部なくなってもう終わりの後片付けのちょっと前ぐらいにですねその網をですねそしてから焼きするわけです。 結構な時間そうするとねアルミホイルのこう包んだ隙間からねものすごい煙が出てくるんですねでこれはねあのこびりついた油の水分を完全に取るっていう作業をしてするわけなんですよねそのアルミホイルで包んでから抱きすることによって。である程度やったらですねもう完全にもう煙が出なくなるまでやるとですねその油が持ってる水分がもう全部なくなって。えー その全部なくなった後にその網をですね、えー、地面にトントンってやると油が全部スパラーンって落ちますからスパラーンって落ちますからでそれからこう洗っていただくとですねあの余計なこびりついた油がもう一切なくなるというね、えー、そういうなんか網を何回も使いたいと思う方がいらっしゃいましたら、えー、その作戦も試してみていただけたらなというふうに思いますがまあでも網も今安く売ってるもんね。 うん、ですけどねやっぱりその何て言うんですかあまりゴミを出さないようにするためにですねその網もそういうふうにやるともう結構使えるという、ね、ちょっとプチい情報でございましたあとね椎茸ととかもねね焼くと美味しいですよ、ね、ちょっと厚めの肉厚の椎茸け買ってきてあの塩だけ何、うん、んつうんですかこう上の方上の方とか茶色い方をこう火に 直,直火に当たるように置いてで上にねあの塩をパパパパパってちょっとこう指先でつまんだ塩をこうなんか振るわけですよ。でその塩がこうちょっとこう汗かいてきたみたいな感じになったらもう食べ頃です。美味しい塩しいたけこれ美味しいですね。 これもですね、ぜひ機会があったらやってみていただけたらというふうに思いますがえー、っとですねあのまだ時間がちょっとあるんでですねちょっとここで耳寄りの情報を、えー、舞台の、ね、今度やる舞台のドリフターズの楽曲がほぼほぼ出来上がってきましてまあアレンジだったりねそういうのもほぼほぼ出来上がってきたということでね、えー、まあ私もですね先日ようやくあのメインテーマの歌詞が書き終わりまして。 まあ、レコーディングももさせていただいたただんでですすねねそちらの方もです、ね、出来上がり次第本当はね舞台に来ていきなり聴いてもらうっていうことも考えたんですが今回はですね先に皆さんに、ね、テーマ曲だったりとか挿入歌だったりとかいうのをですね聴、えー、いていただいてこう事前にその音楽を知った上でお芝居を見ていただくっていうのはどうでしょうということになりましてですね、えー、まあ発表できるようになりましたらですね 舞台の公開前にその挿入歌だったり、えー、曲はですね発表させて、まあ、こちらの方でな,なるのかメンバーシップだけの限定になるのかはちょっと分かりませんが、えーね、楽しみにしていただけたらと思いますあとですね今回はですね稽古中の模様も何回か、えー、YouTube のこちらのチャンネルの方でですね配信させていただこうかなと。 ここんんんななななな感じのものもが本番ににるるとこんな風になるんだっていうねなんか二度の楽しみ方をしていただくっていうのもいいんじゃないかななんていうことも企画しておりますんでですね、えー、そちらの方も楽しみにしていていただけたらなということになります。えー、ということでですねそろそろお別れの時間が来てしまいましたが、えー、次回のテーマ まあ、あの冒頭にも話しましたがですね、えー、今回3回目の緊急事態宣言の中、ね、出たということでですね,、えーそのまあ、ね今回はほらゴールデンウィークも挟んでるわけでね、えー、本来予定していたことがで,す、ね、できなくなってしまったとかいう方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますがですねこの緊急事態 緊急,事態だって緊急事態宣言の中ですね、えー、このゴールデンウィーク過ごすということでですね、今だからできること、やってみたいこと、今楽しめること、これをですね、皆さん、なんかいろいろ教えていただけたらなと思います。 いやー今回のテーマはなかなかメール少ないだろうなー、うん、というふうに思いますがですねまあ多分またね、えー、この緊急事態宣,宣言中の中ね、えー、次回の放送もあると思いますが次回は70回目の放送になるわけですからね何か僕なりのにもですね、まあ、70回やれたということに対して感謝の思いもですね、えー、何か できたらなということも考えたりとかもしますんでですね皆さんもですねぜひあのいろいろ今こういうことをできるんじゃないかということをね考えて、えー、送っていただけたらと思いますということで最後までですね、えー、ご視聴ありがとうございましたそれではさようならおやすみなさーい